こんにちは、ヘアカラーの先生、髪トレの金部です。このチャンネルではですね、美容師さんへのヘアカラー情報はもちろんですし、美容師さんに通っているお客様にもですね、ヘアカラーのことをできるだけシンプルに解説しているチャンネルです。なので、興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日お話ししたいのはですね、皆さん、紫シャンプーって聞いたことある方多いと思うんですよね。黄色っぽさを消す色が紫なんですよ。なので、ブリーチした髪を黄色くならないように保ったり、それが主の紫シャンプーの用途なんですね。でもですね、脱白髪染めハイライトみたいな感じで、ハイライトを入れた明るくなりすぎてしまった。明るくなりすぎたことをですね、紫シャンプーを使わなかったのが原因ですかって悩んでるお客様はすごく多いんです。先に結論からお話しするとですね、紫シャンプーを使わなかったからすぐ黄色くなってしまったのではなくって、思ったよりもまずブリーチされてしまっていることが原因なんですね。だって金髪になりすぎていなかったら紫シャンプーなんて基本的には必要ないんですよ。紫シャンプーをしなきゃいけないぐらい明るくブリーチされているっていうのが現状なんですよね。こんな風に明るくなりすぎていらっしゃる新規のお客様非常に多いです。このカラーが NG っていうのではなくて、お客様が思ったより明るくなっている、しかもメッシュみたいに太く入っているから困りなんですよね。まず美容師さんにぜひ知っててほしいのは、そこまで本当にブリーチする必要があったでしょうか。よく考えてみてほしいんですよね。思ったより明るくなってしまっているケースっていうのは非常に多いんです。ブリーチ単品で色を抜く、正しいんですけれども、それだけだと思ったより抜きすぎてしまう。透明感のあるような色を入れたいからこれぐらいブリーチが必要だっていう美容師さんもいらっしゃるんですけれども、それってお客様の素材を壊してませんか。これも大事だと思うんですよね。傷んでしまってはお客様の髪がもしいい感じの色になっても今度はヘアスタイルがまとまらなくなります。なぜかっていうと、ダメージが原因で、ダメージがあることでですね、パーマをかけたい、縮毛矯正をしたいって言ってもかけられなくなるリスクもあるわけですよ。そこまでお客様に説明をして OK をもらってるんだったらいいんですけれども、ブリーチ抜きすぎ非常にハイライト多いです。なので、お客様が紫シャンを使わなきゃいけないんじゃないかとか、よくわからなくなって不安にさせてしまっているのは、残念ですけども、説明していない美容師さんです。なので、お客様にこれぐらい色を抜くよ、1ヶ月ぐらいこれぐらいになるよ、それでも OK だったら白髪のストレスが減るかもしれないから、よかったらやってみませんか。そこまで明確に伝えて OK をもらっている場合のみ、ブリーチを使って強く抜くのは OK。だと思うんですけれども、多くのこうインスタの感じを皆さんですね、そのままコピーしようとしすぎてしまって、それがいいんだって思っている方が多いんです。そうではなくて、目の前のお客様の悩みが本当は何なのかっていうのをですね、カウンセリングでもう一つだけ質問して聞いてみてください。事前に説明していないにもかかわらず、ブリーチを使って紫シャンを必要にしてしまっているのは、お客様事前に聞いてないことなんで NG ですので、ハイライトが悪いではなくて、お客様に事前に説明していないことはやっては NG。 ぜひお客様の髪にデザインするときには必ずアフターフォローもしっかり伝えてあげるようにしてください。お客様はですね、そういうふうな状態で困っている方がいらっしゃいましたら、コメント欄でご相談いただけたらですね、僕の方でアドバイスさせていただきますので、そこは気軽にコメント欄活用してください。今日お話ししたような内容をですね、2日に一遍美容師さんに向けて LINE で配信させていただいてます。ハイライトのやり方を実はちゃんと教わったことがないっていう美容師さん多いんですよね。これは美容師の規模だったりですとか、できる先輩がいなかったりとか、そういう環境だったっていう影響が大きいですけれども、それではやっぱり失敗が起きやすくなります。なので、髪トレドリルハイライトコースという内容ですね、少しずつステップアップしていけるように、ハイライトの内容を月に1回配信しています。ハイライトのやり方をですね、実は独学でやっているとか教えてもらったことがないって方はですね、髪トレドリルのハイライトコース、僕の LINE から見れますので、ぜひハイライトコースお申し込みください。 LINE の友達登録はまだの美容師さんいらっしゃいましたら、概要欄リンクが貼ってあります。そちらから友達登録をお願いします。友達登録いただくとですね、すぐアンケートをお送りするので、アンケートをお答えいただくと特別プレゼントと3日間のミニセミナープレゼントしますので、そちらもぜひ受け取ってください。今日の話をまとめるとですね、紫シャンしないからこんなに色落ちしちゃったのかなってお困りのお客様を生み出している事実があるんです。ハイライトでブリーチしすぎていることが原因。どれぐらい抜くか、1ヶ月後どうなるか、必ずお客様に説明して
OK をもらった場合のみハイライトしましょう。ハイライトするから白髪が気にならなくなるではなくて、お客様の悩みに的確にお答えするから白髪の悩みが減るんです。なのでそこは勘違いしないように、ハイライト一辺倒の提案危険です。そこはお客様と真剣にお話ししてください。白髪が気になっているお客様もですね、いろんな方法で白髪のストレスってことを減らすことが可能です。ただご自身に合った方法っていうのが皆さん違いますので、そこはハイライトしなきゃいけないとかではなくってですね、信頼できる美容師さんと相談してですね、ぜひご自身の髪色とあと髪をですね楽しんでいただけたら嬉しいです。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。